はい、皆さんこんにちは。ノエロン番組のノエロンです。今回はですね、皆さん爪ネイルって知ってますか？違いました、間違えました。爪ネイルは普通ですわ。違うわ、みんな知ってるわ。違う違う、マスキングネイルって知ってますか？私最近知ったんですけど、ここにマスキングテープ貼って透明のあのネイルを上からパッ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 ってやって、マスキングネイルっていうのが流行ってるみたいなんで、今回は私が試してやっていきたいと思います。で、うちにね透明ネイルがないんで、今回水を代用します。はい、でこれよかったらちょっとおすすめしようかなと思います。普通の水道の水です。あと筆、まあこんなんよりね、今回の本題、マスキングテープ。私結構マスキングテープいっぱい持ってて、こんな感じでいっぱい持ってます。あとはハサミですね。それではやっていきましょう。親指が簡単だから、私ね初めてやるんだこれ、試してないから。どうしよっか、ちょっと悩む。まず左のね親指からやっていこう。確実に簡単。あ、これいいね、見ていて。あー、ギリギリ足りない。ちょっともうちょっと下、建物がここにあったら超ウケるじゃん。今回柄とかあんまり気にしません。全部バラバラの柄にしていきます。本当にやる人はあの揃えた方がいいと思います。どれがいいのかわかんない。まあこれはちょっと違う。建物、建物いいね。親指に建物立っちゃう。あ、これでも分かりやすいかも。マスキングっぽい感じがすごい出てる。あ、これ、あ、でもなんか建物っぽい感じしないから、これも選ぶのからちゃんとね。車はさすがにないわな。これもちょっとね、これ高いから使いたくないんで、これブライスとこれはダメ。700円だから2つ合わせて高い。これかな、やっぱり定番のからいきます。定番すぎるよね。でもなんかこれはマスキングテープの定番の中の定番みたいな感じ。ちょっとこれは置いとく。黒いやつやってみたかった。私ね、深瀬くんが黒の真似気はしてて、ちょっと真似してみたかったから。あ、これもいいなとか思ったんだよね。そう、一番初めに目ついたのこれだったんですよ。これいいなって思って、これ結構可愛いな。でもね、なんか爪がグレーっていうのもあれなんだけど。どうしよっか、親指だからちょっと太い方がいい気がする。まあどっちもどっちだな。黒爪ちょっとやってみたかった。難しいなこれ。こうか。あー、まあ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 、まあ、どうしましょう。これにしよっか。これやってみよう。グレー玉はね結構難しいから。いや、まずはちょっとグレーのやつやっていきます。ちょっと待ってくださいね。バッテリーがね少なくなったみたいなんで。この辺ないよね、バッテリー。あったらベストだったんだけどな。はい、充電しました。それではやっていこう。結構多分これ一人でやるの難しいと思うけど、一人で頑張ります。なんかね、私ネイルとか全然しないんだ。でも可愛いとは思う。なんかつけてる子とか見るとすごいなって思う。よいしょ、したらよいしょ。あ、待って、ここ、これ難しい。ここの角のところ、私ささくれがすごいんだよね。寝不足かね。あ、なんかちょっとおしゃれ。おー、これだけでもなんか結構テンション上がっちゃうんですけど。ここからよね。これ爪間違えてきたら死ぬ。それっぽくはなってきたね。ちょっとこう折り曲げるから。あーあーあー、ぴったし。あ、いいじゃんいいじゃん。どうかな、こんな感じです。はい、でこれを上から水で塗っていく。ちょっとまあ気持ちだから。本当はこんな水で多分やっても1ミリも意味ない、これは。けど気持ちだから、気持ち。冷たい。本当にこれ意味ないと思う。ただのお遊びって言ってもおかしくないぐらい意味ないけど、まあまあまあ気持ちだから、気持ちね。うん、光ってる水が。あ、水ダメだこれ。逆効果かもしれない。あ、キラキラのりうちにあるわ。ちょっとキラキラのりで試してみますわ。これちょっとやったらいいんじゃない。のりだし、まあまあ水よりは効果ありますわな。少し水で薄めた方がいいかも。これのりが強すぎる。あ、めっちゃぽい。ラメ入れたらいいね、またね。うん、うん、オッケー。で端を拭いていく。よいしょ、オッケー。すごい綺麗、かわいい。やっぱ親指つけるだけで相当変わるね。あ、いいね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 。ちょっと待って、やりたくなった。よし、オッケー、行ってこう。次は人差し指。人差し指はちょっと難しいから、これでやります。よいしょ、こうでいいと思う。ちょっと気にしてきた。切る、大丈夫。大体になったら、端っこの尖った感が嫌だから、端は少しだけ切る。オッケー。そしたら、さっきと一緒で、少し端を切っていって、少しずつ切っていく感じだね、やつね。かわいい。あ、いいね。あ、これさ、このままでいいと思うんだ、私。だけど、まあ、気持ちちょっとつけたいから。次はピンク。オッケーオッケー。このまんまで。なにこれ、ちょっと桃の匂いしない、うん、しないな。これちょっと本当に欲しいな。あの、なんか、その、うちが言ってる透明の、こんな感じ。これでよくない？これでビフォーアフター。ビフォー。アフター。やっぱネイルすると指のなんか可愛さが変わるよね。私引いてみたわ。ツイッターでよく上げてるんですけど、指ちょっとね、なんかさ、そうね、ネイルとかあったらなんかいいね。うわー、女子力高っ。うん、いや、よし、じゃあここもバンダナのやつ。あの、見ててハッピーになる動画っていうのがあるんですけど、それすごい好き。ほんとハッピーになる。あー、ちょっと切りすぎた。中指むず。この真ん中、中指むず。
結構こういう細かい作業してるとね、黙っちゃうんだよね。いや嘘、それは。わあすごい、これは綺麗。これうまくいったな。これなんか女子力高っ。もう女子力高い。じゃあまたオレンジに戻そう。オレンジってほんと可愛いよね、生まれちゃうから。服とかもそう、服はでも黒ばっか。あ、ピンクとかも着るけど、ド派手な服が好きだし、もう地味な服あんま好きじゃない。ほんとこう撫でてるだけなんだけど。綿棒あるといいかも。これこの端っこがね、すごだけど、まあいろんなのもやろうっていうことで、次車、車ないとか言ってたけど車やります。はい、こんな感じで車で全部統一したら面白そう。なんかちょんじゃーん、ベンカー。ちょっとこれドライヤーで乾かしてみたりしていいかな。はい、乾かしました。女子力高いね。まあまあかな、うんって感じでした。じゃあこれ取ってきます。これ取るのは楽なんだよね。これは大丈夫。あ、余裕余裕。まあ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 余裕でしたわ。それではまた明日のナイロンマングルでお会いしましょう。バイバーイ。あ、キャベバイ。